ハバタンは、の自菊兵庫国体、の自菊兵庫大会の大会マスコットであり、大会終了後2007年4月より、兵庫県のマスコットである、フェニックスをモチーフにしたキャラクターである、スポーツ万能な男の子という設定。現在は、兵庫観光、阪神、淡路大震災発生から8年後にあたる2003年1月17日が、誕生日とされている。 2002年9月9日、第61回国民体育大会兵庫県準備委員会は、マスコットキャラクターを公募することを発表した。2003年1月27日、応募総数3069点の中から、神戸市在住のデザイナー、純ー,ーのデザインが採用され、表彰式が行われた。同日、キャラクター名を公募することを発表した。 2003年3月26日、応募総数24,143件の中から、赤ーし在住の小学5年生の命名が採用され、命名式が行われた。2004年4月6日には、ハバタンをモチーフとした国体キャンペーンソング、ハバタンカーニバルが発表された。兵庫国体の女性キャンペーンスタッフ10名は、ハバタンレディと呼ばれ、ハバタンダンスの指導などにも当たっている。 友達に、戸坂が緑色でちょっと細身の、パナタンと戸坂が、オレンジ色でちょっとふくよかな、プクタンがいる。プロ野球や都市対抗野球での井戸都市増兵庫県知事、岩見都市かつ姫路市長による、始球式に応援ゲストとして登場したり、同年7月3日の兵庫県知事選挙で投票した人に、ハバタンのステッカーが送られたりといった PR が行われた。 2006年6月25日に、神戸市内で、国体100日前イベントが開催され、三宮センター街にて、幅単43体のパレードが行われた。尼崎市交通局のバス車両や、JR 姫新線のディーゼルカーや、それに、張馬新宮駅で接続する、新規バスの山崎新宮駅間の快速バスなど、県内の交通機関にもラッピングされていた。 国体終了後の2006年11月に行われた天川崎市長選挙においては選挙管理委員会が投票率向上のための PR を目的にマスコットとして採用。名水君と共に投票日まで啓発活動を行った2009年4から6月の会いたい兵庫デスティネーションキャンペーンのキャラクターとしても活躍しロゴマークの幅端は新たにデザインし直されたものである。 丸っこく愛嬌のあるデザインから兵庫県内では子どもたちを中心に圧倒的な人気を博している。人気のあまりイベント等で使用する県所有の着ぐるみが不足していたほどで現在では自治体ごとに所有しているケースも多い。国体開催前の時点で総数80体を超えていることからもその人気が伺える。人気の高まりを受けて2005年6月からハバの着ぐるみは 民間団体にも貸し出されるようになった。豊岡市ではハバタン人気にあやかり、国体と共に、同市の魅力も PR しようと、ご当地はば、タンを作成している。コウノトリに運ばれたり、特産の視力を身につけたハバタンなどが描かれている。国体開催前は、ハバタンの人気だけが一人歩きしていて、国体の認知度が低かった。事実、稲川町の国体のウェブページでは、 決して、ひよこと呼ばないでくださいと呼びかけているほどであった。また、ハバタンの誕生の遺説として、兵庫から、ひよこを導き、県の南北が海に面していることから港を意味する、ハーバーを導いているという都市伝説が生まれた。ハバタンのあまりの人気ぶりを受けて、井戸都市蔵兵庫県知事は、記者会見で、ハバタンを大会終了後は、県のマスコットにする可能性があることと、 これについて県民から意見を聞く必要があることを表明した。この結果、2007年4月1日に兵庫県広報課の県政 PR のマスコットに就任した。2006年10月11日に兵庫県はハバタンを環境施策のキャラクターにすることを決定し、また同年11月20日には兵庫観光大使にも任命された。ハバタンカーニバルは の自菊兵語国体のキャンペーンソングとして2004年4月6日に発表された楽曲。当時1万枚の CD がプレスされ学校や各種団体に配布された。同時に県の公式サイトで着メロが配信された。楽曲のジャスラック登録を行わず、また著作権フリーという扱いになっている。同年7月16日には本曲を使った踊り。 ハバタンダンスが発表された。2008年5月21日には、ドアン語から、着ク着タフル着メロが配信された。募集、マスコットキャラクターを募集します。採用作品には、賞金50万円、の自菊兵庫国体、2002年9月9日、お知らせ、の自菊兵庫国体のマスコットが決定しました。の自菊兵庫国体、2003年1月27日、 お知らせ、マスコットデザインの表彰式が行われました。の自育兵語国体、2003年1月27日、募集、マスコットの愛称を募集します。の自育兵語国体、2003年1月27日、ハバタン、マスコットの愛称が決定しました。の自育兵語国体、2003年3月27日、ハバタン、ハバタン命名式を実施しました。 の自菊兵庫国体2003年4月14日お知らせの自菊兵庫国体キャンペーンスタッフハバタンレディ誕生の自菊兵庫国体2004年7月14日ハバタン、ハバタンのお友達の名前が決まりましたの自菊兵庫国体2004年4月21日2005年5月3日阪神甲子園球場で行われた阪神対広島戦と 2006年6月24日、スカイマークスタジアムで行われた、オリックス対日本ハム戦。東京ドームで行われた、都市対抗野球での2006年8月28日の、新日本製鉄広畑対 JR 四国戦。同年9月1日の新日本製鉄広畑対三菱不装戦。この際、羽ばたんが熱中症で、次々ダウン、11体の羽ばたんが、 救護所に担ぎ込まれ、手当を受けている様子に幼い子供がショックを受けたという陳事も起こっている。これがさらにブログやテレビ番組で取り上げられ、全国的にもその存在が知られるようになった。野地菊兵庫国体稲川実行委員会ホームページ、アーカイブド2009年8月22日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、国体マスコット、ハバタン、人事堂で広報課に兵庫、 朝日新聞社2007年3月6日類似事例として最初は平城戦と1300年祭の公式マスコットであった奈良県の戦都君がこのハバタンとほぼ同じ方法で県のマスコットキャラクターに就任した事例がある ABCDEFG の地陸兵庫国体募金の実施及びキャンペーンソングハバタンカーニバルの完成について兵庫県 2004年4月6日、ハバタン、みんなで踊ろう。ハバタンダンス誕生、の地肉兵庫国体、2004年7月16日、兵庫の癒し系、ハバタン、着歌初配信、バークス、2008年5月21日13時27分、8から1ふふるさとぎって、第61回国民体育大会の発行、日本郵勢校舎近畿支社、2006年、 小型記念通信日付印シアーカイブド2006年10月5日、アットザウェイバックマシンで、のじぎく兵庫国体と検索すると確認できる。羽バタン紅白が合戦、初出場、ガンバルターン神戸新聞2015年12月26日、羽バタンが熊本に、ホーズリは、ダメ兵庫県、支援のデザイン使用中止。 産経新聞2016年5月2日順百529のツイート2016年5月2日アルプロ詳細オブワルタンプロジェクト2019年8月7日閲覧記者も歩けば可愛いだけのキャラとは違う役割ちょいワルキャラワルタンに込められたメッセージ産経ウエスト2014.81618時更新以上の記事は神戸新聞社から ありがとうございます。